よし、どうも、パンケーキでーす。スプラ甲子園が盛り上がってますね。スプラ甲子園といえばね、僕もね、実はね、第4回スプラトゥーン甲子園関東地区で準優勝してるんですよ。なんか長くないか？なんか長くないか？マサバ海峡大橋めちゃめちゃアピールしてくれてるんですけど、うわ、もう橋めっちゃ完成してるやん。普通に道路になってる。いや、道路の下でなんか、バトルするの普通に怖えな。環境はね、あの、甲子園環境、シャープマーカー、バチ流行っとるということで、シャープマーカーバチ流行っとるということで、ダイナモローラーね、ちょっとね、厳しいんでしょうか。まあ、甲子園でダイナモローラーがね、ちょっとね、あんまり活躍できた試しって、もうスプラ2以降、ないからさ、僕もね、準優勝した時はね、X 使ってました。X なんだよな、僕が準優勝した時。まあ、一戦でダイナを持ってね、ちょっとね、あ、一戦ではないか。何戦かダイナを持つ試合もあったんですけど。まあ、まあ、ほぼ X でしたね。まあ、その時の X がね、まあ、めちゃくちゃ強かったんでね、っていう理由で。でね、今、まあ、関東甲子園やん。ま、マジでね、関東甲子園でちょっと行きたかったなーっていう理由があって、行く価値がね、あった。ダイナモローラーを持ってね、写真撮影できるんですよ。もうそれだけでも、関東甲子園に見に行く価値がね、あったなって思って、めちゃめちゃ後悔してる。それ忘れてたんだよな。写真撮りたかった、ダイナモローラー持って。で、やっぱね、現地でね、見るね、スプラ甲子園ってね、めちゃめちゃ熱いよ。会場の熱気とかもね、すごいからね。自分もなんかこの舞台でプレイしてえなって思いますよ。やっぱ、メインステージに立ったらね、やっぱね、その自分のことを応援しに来てくれた人じゃない人でも自分のことをね応援してくれたりする人いますからね。そういうのがめちゃめちゃ嬉しい。お、僕らね、負けたらギアクリーニングしますっていうチーム名で出てたんですけど、やっぱね、その名前もあってやっぱね、かかってるからね、物がかかってるから、僕たち。まあ、甲子園の勝敗で、なんか、物をかけるなよってね、思われる方もね、いると思うんですけど、それは申し訳ないですけど。まあ、それでね、結構その、司会の人とかにもいじられたりしましたね。スプラ甲子園さ、その、選手の人たちもさ、癖のある人多くて、その、掛け合いとかも面白いんだよな。選手同士の掛け合いも面白いし、もうやっぱカニタンクですか、時代は。まだまだ。まだまだカニタン？いや、強よ。司会者との絡みみたいなのも面白いですよね。ナイスワイプアウト。しっかりとワイプアウトで決めていく。残り2分か。結構長いな。結構喋った気がする。結構試合進んでた気がするけど。あと2分もあんの。スプラトゥーンあるあるやと思うけど、個人的スプラトゥーンあるあるで、自分が勝ってる時の試合長く感じるあるあるじゃないですか。自分が勝ってる時めちゃめちゃ長く感じる。これあるあるだと思います。でも敵の編成結構射程短めやからさ、メインではだいぶ勝ってるから、頑張りたいですけど。ただメインで勝ってるとはいえ、カニタンクがな、2枚いるからな、相手。ほら。ほら。でもまた僕もスプラ甲子園出たいなと思うんですけどね。出たいっすよね。
今回の今な何回やっけ、第6回のスプラトゥーン甲子園はちょっとね出るかどうか分かんないですね、微妙っすね。出れたら出たいなっていう感じで、出るとしたら、まあ、近畿地方に応募したいけど、ちょっと微妙っすね。まあ、次の甲子園までにダイナモローラー超強化されて、甲子園これダイナモローラーありなんじゃねとかなったら、僕めちゃめちゃモチベーション上がって、もう絶対出るぞっていう気持ちになるかもしれへんけど絶対出るぞってなるかもしれん。さあ2試合目やっていきましょう。今ちょっとね、実はね、甲子園見ながら撮ってんだよな。やっぱ甲子園見てるとね、スプラトゥーンのね、モチベーションがね、上がりますよね。自分もめちゃめちゃやりてえなって。甲子園で流行った武器、次の日とか結構流行りがちなんですけど、この感じ見てるとシャープマーカー、まためちゃめちゃ流行りそうですね。よいしょ。あれ待って待って、ごめん、僕完全に嫌だと思った。あれ今のやれんってマジ。しっかりとドリンク飲ませていただいて、ちょっとチャージャー怖すぎる。でも大丈夫、こっちは立った。相手はチャージャー、こっちは立った。この差が分かるか。うわ今当たってるよねー。当たったってことにしてくれてよくね今の。飛んで、これとりあえず関門突破していきたいですね。後ろ早くから忍びる、もう一人の仲間が。くっそ強すぎる。あのビーコン飛んだらさすがに見られるか。あれ壊さない、ビーコン壊さずにあえて飛ばせる作戦みたいな。うわめっちゃ当たったのに。そうよいしょ、ちょチャージャー怖すぎて。えらい前出てくるタイミング。ナイスいいね、ナイス、オッケー。こっからよね、で飛んでくるから。くそまずいっす普通にまずいっす。これオッケーオッケー、ほっとやった、ナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。このワイプアウトはでかすぎる、でっかじゃん。前出て当たってる、おいおい当たってるよ、ナイスいいよナイス。そこ右やってくるのでっけ。うわドリンク飲みたかった、ドリンク飲んでから前出たかった、ごめん。まあ復帰してナイス、こっち前行こう。ドリンク飲んでもよかったけど、このね前に出ることによって圧をかけてカウントリード。はいオッケーオッケー、ここはうち全然よし。ナイティクワッタやからな、すぐ復帰してくるんだよな。いいね、いい位置取ってくれてる。オッケーオッケー、これやれんか、ごめん。でも味方飛べる、ナイスいいねー、ビーコンいいね。え、嘘。くっそ。ねえ、イカロール出ねえんけど。イカロール出なさすぎでは。なんだあのイカロールさ、失敗した時にさ、スキーがでかくなりすぎるよな。ただイカで跳ねてるだけみたいな。ピチャッ。今のやれんか、マージか、
チャージャーやれんか。惜しい。いいね、ナイスだな。オッケー、これやるんや。今の当たってました？逆に今のはなんでやれたんだみたいなとこあるけど。じゃあ怖い。あ、怖い。ほんまにごめん、めっちゃ外した。もうスプラ甲子園に出ているかのようなね、気持ちでやっていきます。一先やから、スプラ甲子園といえば一先。いや、一先やからね、スプラ甲子園。一先のね、圧ってあれよな。洗濯機たまるかな。ナイス。オッケー。はい、じゃトルネード使った。ナイス。しっかり勝っていくのよ。あのす。いいね。くそー、甲子園でダイナモの写真撮りたかったな。あれ他のさ、甲子園でもさ、あれ出展すんのかな。ダイナモの写真撮りたいから、近畿でまああの選手として出ないにしても写真撮りに行くだけ行きたいですね。